テラスウォーク一宮は愛知県一宮市両号町にあるユニー株式会社のサーキットモール型ショッピングセンターである。各店舗はアピタ一宮店。また、当項目ではかつて当地で運営されていたショッピングセンターアピタ一宮店の概要についても記載する。旧アピタ一宮店を建て替え、新たにテラスウォーク一宮として2013年冬に開業した。 全面的な建て替えにあたって、温室効果が小さい二酸化炭素を冷媒とする、冷凍、冷蔵機器の導入や、店内を回るのに長時間歩かずに済む、新たな店舗構造などの工夫、さらに他店で実験してきた、成功事例を集約して導入し、競争力を強化した、次世代型、アピタ業態の構築を目指して開店した。店舗の愛称は、テックスタイル、ランドマーク、 スターを掛け合わせた造語による。市宮市内には他にもアピタ基礎川店があり、また江南市のアピタ港南西店も比較的近い場所にあり、当店の周辺道路は渋滞が激しいので、当店は主として市宮市街地が証券となっている。当初の計画では映画館の建設も予定されていたが白紙になった。その他詳細はショップガイドを参照は 旧アピタ一宮店時代にも出店していたとなんと、名鉄一宮駅のバスターミナルより、名鉄バス、高南団地、高南駅行にて、バス停、両郷町口下車。オリジナルキャラクターは、テラミン。ピンク色の像の女の子で、1975年の開業当時、象さんユニーと呼ばれた、マスコットマークの孫にあたる。 かつてのサンテラス一宮1975年6月、廃業した東海レオン本社工場の跡地に、ユニー発の本格的な郊外型大型ショッピングセンター、ユニー一宮店として開業。当時、屋上の店舗看板に、像をデフォルメしたマスコットマークを掲げ、像産ユニーとして親しまれた。郊外大型ショッピングセンターとしては、 この地域では最も本格的な店舗として、市民のショッピングや憩いの場となった。1980年6月に、ユニーの大型店であることを表すブランド、サンテラスが付与され、ショッピングセンター全体は、サンテラス一宮と称するようになった。その結果、かつて、一宮市の代表的な買い物場となっていた、マ見ミ神社の門前町本町商店街を脅かす存在となり、 昭和50年代はユニー店舗の中でも長期にわたり第1位の売上を計上していた。1995年には新たに飲食アミューズメントムネを増床してさらにこの地域のショッピングセンターの中心的な地位を占めることとなった。2009年2月にユニーの店舗ブランド見直しが行われアピタ一宮店に改称2000年代以降は 競合相手になる大型ショッピングモールが近隣に相次いで開業したり、また同じユニーグループでも近隣に大型ショッピングセンターを相次いで出店したため、一時ほどの盛況ぶりはなくなっていた。2012年8月19日をもって建物の老朽化のため閉店。閉店後に建て替え前の店舗の建物を活用して、一の宮市消防本部が施設全体を訓練場所として、 エンジンカッターによる防火シャッターの切断など営業中の店舗ではできない実践的な消防訓練を同年8月29日に行っていた。アピタ一のミ屋店に関するカテゴリー。ありがとうございます。